皆さんは知っていましたか？僕の本当の名前が、山田太郎だということを。はいどうも、山田太郎チャンネルの霊夢です。お前らマジかよ。ああ、暇だな。そうだ、こういう時は、返事。さて、今日も実況しますか。二人はもう来ているかな？って、なんか謎の生命体がいるんですけど。ちょ、マリサ早く来てー。どうしたんだよ。うわー、ここにも謎の生命体がー。誰が謎の生命体じゃい。ってことで今日もやっていきましょうか。いや待て、ここを編集点にするのは無理だろ。あの謎の生命体を処理しないと実況には入れん。謎の生命体。なんか言うー。何回このくだりやるんだよ。ねえマリサ、なんだろあれ、見た感じだと太陽系の第三惑星の見た目している。普通に地球って言えよ。私の名前は。喋ったよ。名前とかあるのかよ。山田太郎。いやここで山田太郎が出てくるんかい。出席番号は、クラスはどこ。いや学校の友達か。出席番号は227、クラスはジュピター。しかもお前答えるのかよ。趣味は昆虫採集です。なんか悪いやつじゃなさそう。まあ昆虫採集好きなやつに悪いやつはいない。将来の夢は世界征服です。とやー、地球の平和は私によって守られた。いやお前強すぎだろ。そんなんで私がやられると思うのか。じゃあラーメン届けに来ました。すいません、ラーメンこぼしちゃいました。さて、今回もマリオカート実況やっていきますか。いや、お前だったのかよ。ってことで前回の動画から引き続きドリフトなし縛りで1位を狙います。あの企画ってまだ続いてたのかよ。まさかあのユスケが縛りプレイを途中で逃げ出したりしませんよ。あのっていうほど知名度もないだろお前。あのユスケ、このユスケ、なんだその低レベルな質問。それですね、この会話している時間無駄すぎだろ。はい、スタートダッシュ決めました。これはもう勝ちです。開始数秒で勝ちを確信するアホがここにおるぞ。どうせ縛りなんかしても1位取れないんだから。いきなりモチベーションを下げる発言されてきた。ニョキ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 。なんだ、なんか生えてきたぞ。これは草ですね。なんで本当に生やしているんだよ。こんな編集する時間あるなら実況をしろ。調子いいです、ユスケ選手。調子いいです。下手くそか。今日は幸先が悪そうだな。まだ7位なんですけど。幸先が悪いというかこれが本来の実力。ベベ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 。マリサが本当のことを言ったから頭がおかしくなった。彼女も集中。しかし40歳以上の女性の方に限る。これはやばい。頭がおかしくなって熟女好きになってしまった。まあこれはこれでいいんじゃねえか。そうだね。おい、それはないだろ。いやその方が救われる女性も多いかなと思ってな。なんで僕そんな危険人物扱いなの。気持ち悪いし鼻毛でうんこだから。理由がひどすぎないか。っていうかこんなこと言ってたら2位ですよ。しかも赤コーラ持ってるんでだいぶ有利。はい、じゃあプレイがうまくいってて腹が立つのでコメント返しします。コメント返しの持っていく方下手くそか。このコメントを採用してくれたら友達にユスケのことめっちゃ広めてチャンネル登録させていただきます。こういうの拾う当たり小物だなお前は。だってこのチャンネルがもっと認知されるかもしれないじゃん。マリサ、それは違う。久々に霊夢がフォローしてくれた。このチャンネルは鼻毛です。いや鼻毛ちゃんは。っていうか何でもかんでも鼻毛にするなよ。いつか語彙力 C 級って言われるぞ。語彙力 C 級ってオロナミン C みたいでかっこよくない。バカじゃねえの。1ラップごとに女性キャラにぶつからないといけない縛り。ってことで今からやってきます。はぁとやーこんやろー。毎回逮捕されるんですけどどうにかしてくれません。女性キャラに当たるってのはマリオカートでのことだろ。え、そうだったの。当たり前だろうが。っていうか1位じゃないですか。今日のメンツは大したことないな。4人のよっちゃんだぜ。ヒーハー。念のため言っておくけど2周目だからな。ってことで4人なので一発ギャグ大会開きます。間違いなく滑るようなことをやるなよ。大丈夫、きっとマリサが面白いギャグを言ってくれると信じてる。なぜ言い出しっぺが他力本願なんだよ。お願いしますマリサ、やってください。そしてなんでお前もそっち側なんだよ。というわけでマリサの一発ギャグまで3秒前。2秒前。1秒前。旗を持って旗ライオン。うわははははー、面白い。これは天才が現れた。皆さん人にネタを振るときはある程度のリスクを持ちましょう。場合によってはこうなりますので。本当に天才だと思ったのに。ひでえじゃねえかよ。しかもなんで僕は霊夢より一発多いんだ。それは今までの分だな。今までの分って何。さてそろそろコース終盤じゃない。ほんまやここまで1位を維持できていた。これはマリサの一発ギャグのおかげだな。掘り返すなそれ以上言ったら。埋めるよ。ひぃー、ごめんなさい。埋められるんだったら大自然の方がいい。好きだからそっちの方がいいかも。なるほど、そこで埋められたら繁殖できるかもな。やっぱ気持ち悪いから埋めないわ。なんでですか。一人でもダメなのにそんなにいたら気持ち悪さが倍増する。ほら、ひようだよ。うわぁ、うんこ投げるなー。ってことで前回失敗した挑戦は成功しました。え、本当に1位取れたの。なんか取れちゃった。やばいやばい、1位になってしまったら自分より上の順位の人から悪口を1個ずつ言われる罰ゲームできない。何考えてたんだよお前。じゃあ私から一言。死ね。最上級の悪口いただきやした。